は行かない旅は明日見ようかなと思ってて、はい、なのでちょっとまだわかんない、明日のスケジュール連絡がちょっとまだ来てないんで、明日のスケジュール連絡がもしこの配信中に来たら、あ、今からやるかもっていうかもしんないけど、多分やらないかなって感じです。なのでとりあえず今は大丈夫です。今日はちょっとこれを作りたいと思います。すごいなんかドボンしながらパズルやろうとしてる女がいるんですけど、前にファンの方からいただいたクリスタルパズルっていうのが2つあって、これを豆と小麦のケージの前に置きたいなと思って、これをちょっと作りながら話そうかなと思ってます。いろんな種類があるんだ。いや、ワンちゃん2つ混ぜてなんかより豆とか小麦っぽくするのもありではあるんですけど、まあ、いっかって感じです。一旦そのまま組み立てます。逆にね、でなんかいろいろ喋っていきます。何喋ろうかな今日は。喋ってほしいことあります？あの久しぶりに、あ、な、どうしよう、なんか作っていきます。でもどれがどれかは全然わかんないです。なるべくみんなにこうやって見えるように作っていくんですけど、どれがどれか全然わかんなくて、そう、このセンターポールみたいなパーツを見つけなきゃいけないんですけど、それがまずないです。これ違う。これか、このちっちゃいやつか、ありました。これをまず3番にはめ込む。よし、次4番を探せっていう。え、やばい、だってここに番号が書いてあるわけじゃないので、え、もう無理ですね。これはすごく鬼のようなパズルです。このこれには書いてあるんですけど、この
パズル自体には番号書いてないので、どれが何番同じパーツを探すっていうことをしてる今。やばい、なんか頭おかしくなりそうだね。あ、これ10番っぽい。一旦4番を探しているんですけど、これかな。ちょっと違う。え、これさ、すごく大変じゃない？これ11番っぽいよ。え、違うかな。っていう作業で、もう飽きちゃったもう飽きちゃった。だって全然わかんないんだもん。これかな、これっぽい、これかも。違う、これは6番っぽいです。6番、多分でも下に来るやつだからきっとそんなちっちゃくないと思うんだよね。あ、え、待って、割れた。え、落ちて割れたんだけど、なんかねえ、やばい、嘘でしょ。ねえ、もう完成できないじゃん。え、絶対これ割れたよね今どこの何が割れたんだろう。え、結構ショックなんだけど今。なんかでも割れた音したんだもんな、完全に。保留、もうやだ、もうやだ。これは5番ですね、きっと。この後見つけ出すはずのやつだから保留しといて。分からなくて先に進まない。一個一個確認してこ、うん、でも下に来るパーツだから多分大きそう。これかも。あ、これだ、きっとこれが4番。ほら、はまった、はまりました。綺麗に、よかった。で、5番は多分さっき見つけたこれ。あ、あ、怖い、もうやだ。5番、どうやってはめるんだろう。あ、違う、5番こっちか。5もハマった。よし、次。これが6っぽいって言ってたやつ？違う、絶対これ6じゃない。6こっちか。そう、前にファンの方からいただいたやつです。
え、めっちゃこれ6っぽいけど、はまらない。あ、はまった。お、6まで行きました。すごいすごい天才かも。いい調子。次7はなんかイルカみたいなパーツを探します。本当にイルカみたい、見て、イルカみたいでしょ。これかな、イルカっぽい。ちょっとちょっとイルカっぽい。でも違う、刺すところが違う。これか、イルカ。何番まで？30、43。これがちょっとイルカっぽい。こっち？こっちかな。もう違うかも。イルカっぽいのに。完成したらどんなのができる、楽しみにしてて。え、はまらない。7番、これじゃないってこと。え、でもどう考えてもこれなんだよね。これ6でしょ。6、7っぽい。お、お、お、来た。はまった。はまりました。7番もハマりました。なんか話すことないかなって今日思ってて、そう、でもなんか特にこれといってなんかあるわけではないなと思って、あ、8ハマりました。パズルをし始めました。なんか話してほしい内容があったらぜひコメントしてください。福井の髪型、まだまだだから、まだまだ決めてないよ全然。よし、 9OK。 多分10はこれって言ってたやつね。よし、10はまった。茨城はね、観光どうだろうね。したいよね、せっかくならね。これ11っぽい。なんかパーツを見つけるのも早くなってきました。ちょっとずつ。はまった。見て、ちょっとずつできた。ピョンムービーの話題について、何喋ったっけ、ピョンムービー。昨日の話題？昨日何話してましたっけ。
これ13だ、きっと。12を探すのか。これ12っぽい。え、昨日何話してたっけ。昨日は普通に多分福井イベントありま、福井じゃない、石川イベントありましたしか話してない気がする。すごい、どんどんできてきたよ。茨城はね、行ったことないかも。私今回結構行ったことない県多いかも。てか私普通にまだまだ行ったことない県が多いことに、多い県について、多い県についてですね。はい、多いなって思います。全然まだまだ。18っぽい。ん？これ右手？ん？これ左手？ん？どっちが右手？これ耳っぽい。え、なんか5時間ぐらいかかるかもって思ったけど、全然意外とすぐできそう、このパズル。今18まで終わった。見て、手ができた。すごく急に順調急に順調になってきた。明日のスケジュール来たかな。来たー、来ました。私は明日何もない。あった何もないわけないよね、仕事あるって言われてんだから。
し嬉しい。え、メイクレシピめっちゃすごかったです、ありがとう。本当にめっちゃすごいと思って、すごすぎた。そう、なんかちょっと最後らへんさ、ちゃんと伝えれなくてごめんって感じなんだけど、もう本当になんかね、あと何分ファン、他のなんていうんだろう、ファンの皆さんをもしかしたら置いてけぼりにしちゃうかもって思ったら、ちょっとね、なかなかもう一回説明できなくて、でもあんなにすごく素敵に作ってくれたのがすごく嬉しかったです。そう、あのメイベリンのでも黒だけどね、私が使ってるのは茶色じゃなくて黒だけど、でもメイベリンのスカイハイ使ってます。ここの20、すごいと思って、なんかどうやって作るんですかあれって、てかどうやってその背景とかをなんかなくしてるんだろうって思って、そう、ああいうの作る人ってなんかそれさえ分かれば私も自分で作れるのにって思って、そうだから教えてほしい、そしたらもっとなんかちゃんとなんて言うんだろう、完全版作れる。21がない、これ違う、アプリって言ってる、みんな何のアプリか教えてほしいんだ。え、多分今度の握手会で話すのだったらもう終わってる、流行りもう流行り終わってるうん、もうメイクレシピとか終わってそう、きっと。これ21、もう遅いもんね、私全然作んなかったから、今でさえもう流行りに乗るのはすぐに乗らなきゃいけないのにね、こういうのってきっと。でも苦手なのを作ってくれて嬉しかった。え、 B612 ってそんなこんな上手に作れるっけ。いや、これ26だな、これか21。ずっと目の前にあったんだ、うち今21をずっと探してたけど、ずっと目の前にありました、このパーツ。恥ずかしい恥ずかしい、今こんな状態。今こんな状態、結構来たでしょ。22、これ22、私は陰キャなのでこういうのが好きなんですよね、はい、こういうの。でも作っても置いとく場所が全然もうないから家にこれはね、豆と小麦のね、あのケージの上に置こうと思って今作ってます。どこまで、どこ、何が崩れた今。
3、これが4、これが5、6、これまだ、あ、よし、よかったです。危な、危ない。で、今何番まで入れたんだっけ。22、これが多分23。早くなってる。パーツを探すのが本当に無事です。25を探せ。あ、今日やることめっちゃ多いんだった。待って、リマインド、あ、生写真のあれをやってない、忘れてた。あと何、こう宣伝ツイート、生写真やってないのと、あ、アンケートも出してない、やばいって。やばい、今日までのアンケート出してない。もうやだ、もう嫌になってきた。橋本さん嫌になってきました。嫌になったのでパズルします。25ね、今25乗っけた。現実逃避、文字だけ B612 で写真とコスメ写真合わせたの。え、違うの、そのコスメ写真をどうやってあの切り取ったのかを知りたくて。そう、あの背景をどうやって透過させたのかを知りた、透過っていうか背景をどうやってなんて言うんだろう、白をあんなに綺麗に消したのかを知りたいっていう話なの。そう、それが私もできるようになったら、バーストさせられた。あ、もうやだ、本当に怖い。コスメ写真を切り取ったのは合成スタジオって、何それ、初めて聞く。iPhone のアプリにあるのは多分人間はね、人間だけ別にできるアプリは確かあるんだけど、そう、それって物にもいけんのかな。てかこの26番つながらない。え、そういうアプリあるからそれなら簡単にできる。え、そのアプリ教えてほしい。何？えへあれ話がハルピョンとハルピョンのあれがあれできてない、噛み合ってなかった。これ26番じゃないの、これ25でしょ。だってこれ23か、え、23違う、これ24だ。だから通りで26入らないわけだ。まだ25入れてないんだ。あ、それが合成スタジオってこと？ん？そのアプリが合成スタジオってことか。これだ、25。
もできるの？ちょっとやってみようかな。ちょっともう遅いかもしれないけど作ってみよう。できそうなら完全版。もちろんファンの方が作ってくださったのもすごい、めっちゃすごかったんですけど、そう一応ね完全版とやらをね、ちゃんとモフモフもついてる、かわいい。このウサギを飼ってる人にしかわからないと思うんですけど、ここにモフモフって呼ばれるモフモフがあるんですけれど、もうやばい咳出る、危ない。モフモフって呼ばれるモフモフもついてました。かわいい。マフマフですよ、だってごめんなさい、マフマフだそうです。すみません、にわかがにわかが喋ってごめんなさい。なんかさ今日さすごいさ、一人めっちゃさ野良で会うピョンズとめっちゃ出会ったの。なんていうの、そうとあるノラのピョンズがめっちゃ出会えてすごかったです。なんかもうなんか一生 いたよねうちらみたいな、そう監視されてんのかなってレベルでなんか対戦できました。ありがとう。自分かなって思ってる人多分いると思う。あれこれ30じゃない、今私何番探してる、違う29を探さなきゃいけない。これが29、30、すごいよ、もう結構出てきたよ。っぽくなってきました。そうですあなたですすごいわからない、そうですあなたですっていうわからないわからない反応。31これだよねきっと。あなたです誰だ誰でしょう。31、32、33、ドボンされた。33、34、34、35が口と鼻、これ違う、これだ絶対。
て、ここまでできてきた。35、36。なんか外れました。どっかが外れちゃった。やっほー。ノラってあれだよね、ショールームの配信中の聞き押しみたいな遭遇じゃなくて、もう本当にノラ、マジで超絶ノラ。すごくノラ、すごくノラ。そう、野生ピョンズ。でセンターポールを突き刺して、脳天突き刺しぐさセンターポール突き刺して、ネジで回して、あ、ボーナスタイムになっちゃった。10時だ。ゴールデンベッドタイム終わった。今ここまでできています。頭と耳と兎。ちょっと待って、人参も作るか。人参をこいつに持たせれば、できた、できました。小麦くん完成。かわいい。目ん玉のシールもあります。できました。小麦くんの完成。え、めっちゃかわいい。できた。あ、行かない旅は明日見ます。明日の夜配信で見ます。あの明石市会ぜひ公開されてるので YouTube でいっぱい見てください。ちょっと最近再生回数がちょっと減っちゃっていて、すごくちょっと、あ、やばい、そろそろハウピョン解雇かもってちょっとドキドキしているので、皆さんに見ていただけたらすごく喜びます。
お時間あるときに見てください。なんかさ途中でさやばい割れたかもって言ったけど、あんまり別になんか大丈夫そうでした。そんな害なく。この勢いで豆も作っちゃおうかな。色が違うだけで一緒だと思う。全部。うん、一緒っぽそう。だから変えよう、入れ替えようと思えれば入れ替えれる感じです。でも一旦そのままの通りに作ってみるね。なんかちょっと浮いてる、気になる。グイってやったらはまるかな。すごい。全部スタンプ押しとこう。ピョンズとみずみんのファンの方とゆいりさんのファンの方と今やってて、私が持ってるこのメンバーのスタンプ全部押しとく今。すごすぎる。スペード、あー、みずみんのファンが買っていきました。メール送んなきゃ。ボーナスタイムが私のメールの時間をお知らせしてくれてます。え、やばい、待って、もうあと待って1分とかしかない。
ウサギに集中しすぎた。ひろひろさんハートありがとう。明日カラオケ配信とかもしようかな、ちょっとわかんない。あ、でもちょっとあんましすぎると茨城喉痛めちゃうかもしんないから、ちょっとわかんないかもしんない。ちょっと今言ったこと忘れて今言ったこと一回忘れて、みんなごめん。これは6番。ちょっと喉の状態、喉の状態と相談します。てつやさんハートありがとう。あれ、なんでこのルームに来たんだっけ、だってなんでですかなんで来たんですかね。まあ明日自主練しようと思ったけど埋まってるわ、レッスン場。ガビンガビン。なんかね、会場によってね、そのピッチが全然結構違くって、そうだからそれのね、ちょっとあれをや、ちょっとね、茨城のをね覚えようと思ったんだけど、レッスン上別のレッスンで使ってた。多分できるから大丈夫。これ6番、5番を探しています。今これだ。なんとか言っちゃった。これじゃない、これじゃないわ、間違えてる。飽きちゃった。なんか5番あたりで飽きる、一回全然見つけれなくって。ハート3個かけるの忘れた。分かんない、これ？いや、これは違う。タイアリー、こちらこそ。タイ焼き、
ぴょん推しの新参者ですが、毎日の配信が元気の源、元気の元です。嬉しい。ぜひ今後よろしくお願いします。私は本当に気分の浮き沈みがとっても激しいタイプの女なので、あ、これさっき5番だって言ってどっか別で避けといたんだ。なんだ、ハマるじゃん。へへ。はい、気分の浮き沈みがすごく激しいタイプだよっていうのと、あとなんだろう、なんか注意しとくことありますか、ピョンズの皆さん。ハーピョンを押す上で何かありますかね。なんだろう、推し編はちょっと結構ショックってぐらい、本当になんかファンの方一人一人のことがすごくすごく、私がすごい大好きだからこそなんかすごい裏切られた気持ちになるのね、推し編をされると。だから推し編はすごくショックです。結構心にきます。されるっていうか、なんか見つけちゃうんですよね、なんかレーダーみたいなピョンズレーダーみたいなのがすごく発動して、なんかピョンズがここにいるだろうって思ってるのになんかいなかったりとか、なんでかわかんないけど違う握手会のレーンとかに並んでたりとかしたら、あれみたいな気持ちになっちゃったりとかしちゃうので、そうなんかね、私もでもね、寛容になりたい気持ちはすごく強いんですけどねって感じなのと、でも嘘つきが一番嫌いですはい、なんでかってな、何がそうかっていうと、なんか自分はハウピョンのことしか好きじゃないよって言ってるのに、なんか結局なんか違うところにいるのを見るとえってなる。だったら最初からなんかそうやって言ってよっていう気持ちになっちゃうので、もしも今ね別に推しがいるのであれば先に教えてくださいはい、今のうちに先に言っといてください。したら心構えができるので。なんか私その人から裏切られる、人から裏切られるって言うとちょっと大それてるかもしれないんですけど、いっぱいそういう経験をしてきたじゃないですかそう、もちろんこの AKB の中だけじゃなくて、そういろんなところでそういう経験をしてきたから、すごく人に対してのなんだろうなんかすごく不信がっちゃうんですよね。なのでなんかそれが自分信じられてないのかなって、もしかしたらみんなに思わせちゃうかもしれないんですけど、私が大みんなのこと大好きだからこそなんかすごい心配になっちゃうので、そうもちろんこれが嫌だっていう人もいると思うのでね、なんとも言えないんですけど、すごく。あった、8番、これが多分9、どうやったら安心しますか。いや、わかんない、もうなんかわかんないです。多分向いてないんだと思う多分なんかこういう仕事向いてないんだと思う私。ちょっと間違えちゃった。
うん、間違えちゃったちょっと。なんか間違えちゃった。そうなんだよね。これは12だ。これ11多分。11、12。これ12、12。絶対ハマるはず。なんでハマんないの？それはおかしい。絶対12だもん。よし。13。全員ピョンズだった。あ、すごい、なんかドボンドボンドボンだ。間違えた。ドボンドボンしてて今おもろい。全員ピョンズありがとう。13、すごい、適当に手に取ったらこれが14だった。やばい、なんかちょっと才能開花しちゃってるかもしれない。でもその分15が全然見つからないあ、おやす来た、よかった。あ、そうね、茨城に出るメンバーってさ、誰か教えてくれたりする誰か教えてくれたりする。あの負け男のメンバーって誰がいますかね。というなんかね、ピッチがマジで狭いらしくて、なんか広げたら広げたなのかなって思って、なんか相談し、なんかもしね先輩がいるなら相談してみようかなって、オンさんとかがいるなら相談してみようかなって今思ってるんですけど、いる？あずちゃん、でもあずちゃんね、あずちゃんなんか体調不良みたいな、あれ見たな、ツイッター。さすがに多分大丈夫だと思うけど、茨城のメンバー、久保ちゃんいますか？久保ちゃんか畠山ちゃんか小見さん、その3人って誰がいますか？まずすいません、人に調べさせて。茨城のメンバーのんちゃん、 OK。 じゃあ次、あずちゃんがいるってことでしょ。あやねちゃんとおんさんとゆいち、誰がいますか？あずちゃん、のんちゃん、ゆいち、おっと待って、私が一番先輩だおっと待って、私が一番先輩だ。どうしよう。でも絶対ちょっと広げた方が、なんかめっちゃピッチこんならしいんですよ、本当に狭いらしくって、絶対みんなの顔見えなくなっちゃうから、絶対広げた方がいいよなって思うんですけど、そうユニットぐらいならなんかって思うけど、待って、明日明日の次、どっちもいないわ。のんちゃんはでもいるのか、ちょっとのんちゃんと相談してみよう。まあ、もちろんマネージャーさんにも聞いてみてだけど、明日のお仕事終わったらのんちゃんに聞いてみます。
広げたりしてもいいって。でも広げたとしても多分あの外に広げるぐらいなので、そう私とゆいちの番号ぐらいかな、ちょっと広げるのとしても多分真ん中2人だからゆいちに聞いた方がいいそう本当はね。でもゆいちは大丈夫、ダンス大丈夫、なんか信じてる。5とかの方が絶対綺麗なんだよな。あでもまあそのままでいいか、分かんなくなっちゃうから、なんかキュッて集まるところだけちょっとだけ広げたい気持ち気持ちね。こういうことを考えれるようになりました、橋本さんすごい成長してます。でも実際の実寸がどんぐらいなのか分かんないから、本当にめっちゃ狭いのかも分からないからちょっと何とも言えないんだけどね。まだこれ何、これ手だよねきっと、これ 15? これ15だやりながらパズルしてんのめっちゃおもろいけどね。16、右手左手17、18、19、違う、うん、こっちかも。違う、19。ゆうすけさんハートありがとう。うん、というかなんか普通に千葉もちょっとピッチがいつもより20ピッチっていうんですか、20センチ狭かったんですよ。そう、それの時もなんかちょっとなんか気持ちちょっと窮屈だなって思ってたんですけど、なんか千葉より狭いって聞いて茨城が、そう、あちゃこちゃんハートありがとう。いつも90ピッチで踊ってるんですけど、そう、それが狭、もっと狭いって聞いて、でこの間の千葉でさえめっちゃ狭いなって思ってたのに、それ以上に狭いってなると死んじゃうじゃんみたいなハピョン潰れちゃうんだけどみたいな、そうって思って、そうそうそう、だからこれ20じゃないかも、でも20っぽいんだけどな。25かも、これ25だ。そう、すごい私はね広々踊りたいタイプの人間だから、本当になんかさ、全然茨城に行くことは全然あのなんか嫌だとか反対とかじゃないんだけどさ、なんかそういうと、なんて言うんだろう、そこら辺も見越せなかったのかなって、なんかステージの幅とかもうさ絶対にさ見越してさ、なんか何センチあるからとかって、そうちょっとあここは今のこの公演、今やろうとしてる劇場のなんかピッチとは合わないな、だからちょっと会場違うところに変更しようとかってならなかったのかなって思っちゃうすごいなんか考えちゃう、考えるようになっちゃった、そういうの。なんかこうやってさピッ
口が変わることでメンバーが覚える量が増えちゃうっていうのは絶対に分かってたことだから、絶対になんとかできたことなのになって。劇場より多分狭い、多分っていうか普通に狭い。劇場がだって90ピッチだから、千葉がそれより狭くてそれ以上に狭いらしい、ピッチがね。そうびっくりどうしよう。すごく思いっきり踊れない、私が危惧していることが起こっている。やだやだけどステージに立ったら頑張る、それがプロそれがアイドルプロ。23番が全然見つからない。お、これか、これだ。でもね、そうやって出張公演のためにというか、まあそれもさ、その考えてる、そのピッチ狭くした時に考えても、多分スタッフさんなのかな、わかんない、あんま分かってないけど、まあでも誰かがそうやって考えてくれてるのはありがたいです。すごく立ち位置をね狭めましょうってなった時に、じゃあこの子はここのこれぐらいでってしてくれてる、その誰かに感謝でございます。本当にここにもう一個なんかあるな、これじゃない、これじゃない、24、どっちも出っ張りがあるやつ、これこれっぽい、24、25、26、これ26だよね、絶対絶対にそう、26、27、マフ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 さん、26、27、28、うん、こっち29、違う29、これっぽい、もうすぐできるよ、30。なんか今日はね、久しぶりにね、いろいろお買い物でだったんですけど、そう、すごく久しぶりに買い物でだったんですけど、なんかすごい秋服がいっぱい並んでて、なんかもう秋だなと思って、トレーナーが私はすごく大好きなので、そう、なんかトレーナーを見てうわーってなった、なんかもうそんな時期なのかって。そう、32、
そう、秋服が可愛い。本当にすぐトレーナー着ちゃう。でも今日はトレーナーを買わなかったです。1枚も買ってないかな。33。そう、34。秋服が好きなので34。秋服大好き。あれ、これ34じゃない、あれ33、これ今な32を入れて33を入れて、そう、長袖の方が好きなんですよね私。夏もなんかすごい寒い部屋になんか長袖でいたいみたいな人なの、変な人なの。34、35。36。36、37。すごいすごい、どんどん出来上がってきた。37で、脳天ぶっ刺し。39 40 41。42 43。できた。目つける、ちょっと待ってて。できた。できたー。豆コムクレオ、うちの豆ちゃんと小麦くんのケージの上に飾りたいと思います。ありがとう、これくださった方。ようやく完成しました。めちゃめちゃ前にくれたやつなんですけど、やっと作って完成できました。ありがとうございます。ということで無事できたので、向いてる方向は一緒ですよ。明日はレッスンがあるんですけど、時間があったら一瞬午前中もしかしたら配信ちょっとするかもしれなくて、でもちょっと時間なかったらやらないですで、そうですね、でも夜行かない旅を一緒に見よう配信はしたいなと思っているので、そちらはそちらでよろしくお願いします。ちょっとこの人参すぐ外れそうなの、やだな。ということで、ぜひ YouTube で前明石市長さんとの会とか、山口県の祈願の会とか、ぜひいっぱい見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ということで、それでは配信終わります。赤獅子のやつ面白かった。じゃあもっといっぱい見てありがとう。タイヤリ、こちらこそタイヤリ。なんかハートのシールとか入ってたけど、あ、これはお話し会のあれに貼ろうかな、サイン、ハートとイースターがある、貼っちゃおう。持ってこう、お話し会の時、今週1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 人限定わかんない、あの組み合わせて2個貼ったりとかして 10人とか3人とかになっちゃうかもしれないけど、貼りたいと思います。ということで、それでは最後にランキングを読んでいきたいと思います。どこランキング、これだ。1位、鉄道ネイターとピョンズさん、ありがとうございます。2位、ゴジラさん、ありがとうございます。3位、長月輝きフェス、ありがとねーさん、ありがとうございます。4位、サプライズレバーとピョンズさん、ありがとうございます。5位、ともゆきさん、ありがとうございます。6位、あちょこちゃん、ありがとうございます。7位、りりちゃん、ありがとうございます。8位、ゆたぱぱ007さん、ありがとうございます。9位、ナンスノさん、ありがとうございます。10位、まぼろしさん、ありがとうございます。11位、てつやあったはるぴょん大大大好き、ありがとう。12位、猫ちゃんばらさん、ありがとうございます。13位、しほさん、ありがとうございます。ということで、皆さんありがとうございました。また明日ですかね、ぜひよろしくお願いいたします。そんな感じかな。はい、以上。富山楽しかった、よかった、よかった、合わなかったね例のカツ丼食べて胃もたれ、完食したんだっけ。完食が一番偉い、だから大丈夫。私はすごく褒めます、おめでとう。そして完食してくれてありがとう。ということで、それではキャッチフレーズ、最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはある、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5537盛り上がりの皆様にきっと期待がお届けしちゃー、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さんありがとうございました。それではおやすみなさい。またね。バイバーイ。